い、皆さんこんにちは、ワナリグルビーです。では今回は信長の予防革新パープキット、上杉景勝家康を討つ続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦シナリオを使ってですね、史実では上杉は北上して最上と周囲を決する戦略を取ったわけなんですけども、これもし南下して家康を追撃していたらどうなっていたかということで、プレイの方を進めていきたいと思います。早速ですね、前回までの内容ですが、前回ですね、会津若松から出撃をして柏崎方、そしてこちらの柴田城を落としました。いずれも徳川家家康のものだったものです。これが今上杉のものとなっているという状態です。で、兵はですね、最前線柏崎方の方に兵1万を、そして柴田城の方に兵7000、本拠地会津若松には兵4000を入れています。次の目標としてはですね、丘陵春日山城、ここを攻略していくのか、あるいはですね、酒田港、酒田港、ここが、まあ、ちょっと飛び地のようになってしまっている状況もあるので、山形城、最上を打って、まずこの酒田港をつなげておくのかというね、二つの選択肢があると思います。で、今回はですね、まずは山形城、最上を滅ぼして、攻撃の憂いをなくしておきたいというふうに思います。なので今回は全軍をもって、この山形城攻略を行っていきたいと思います。では早速山形城攻略の準備を行っていきましょう。会津若松に入っている兵4000、これを輸送します。ちなみに刑事はですね、前回、なかなか現れてくれなかったんですが、その後無事に刑事も発見することができて、今は上杉の家中の仲間入りを果たしています。では一旦兵をですね、柴田城に集めていきたいと思います。で、もう一つ、この辺りにですね、一つ、市場、出城を作っておきたいなと思いますので、城の建設に入りましょう。では、城の建設を行っていきます。城はここに作りましょう。米沢ですね。ここに城を作るんですが、築城帯だけで出るとですね、ちょっと危なっかしいというのもありますので、その築城帯を護衛する部隊、これ段上兼継ぐ兵1万で護衛させます。で、護衛させてる間にここに拠点を一つ作っちゃおうということで、最大兵力柴田城から出してここに市場を作ります。ここ街道が交わる要衝中の要衝、山形城にも近いので、ここに一つね、市場を作ることによってくさびを打ち込みましょう。これによってですね、山形城を攻略している間に、伊達の援軍が来た場合には、これをこの新しく作った城で迎え撃つというね、二段構えの作戦になります。では内政はですね、お金と兵糧とそして兵力とバランスよく作っていけるようにやっていきましょう。最悪柏崎港なんかは、家康に取らせてもいいかなっていうぐらいの、ね、感じですかね。ここに農民兵がいるのか、この農民兵は一旦兼継ぐで一気を潰しておきましょう。では時間を進めます。会津若松の南側の守備はご覧のように矢倉を並べています。まだ鉄砲矢倉が作れない状態なので、鉄砲矢倉が作れるようになってくるとね、だいぶ戦い方も楽になるかなと思うんですけども、まだそこまで、技術力が上がってない状態ですね。では上杉景勝自ら築城の指揮を取っている間に、兼継の騎馬隊がそれの護衛に当たるという戦い方ですね。これをね、よしとしないいい輩というのはたくさんいると思うので、ここでしっかりと城を作り切っちゃうっていうところですかね。兼継ぐ隊がしっかりと防衛してくれればいいんですけどね。大丈夫そうかな。ただちょっと兵糧が心配になってきましたね。急いで兵糧を
買っていきましょう。ここで資金不足か。鉄砲鍛冶は豊臣家から技術供与を受けています。月が変われば城が完成できる。今はねちょっと月が完成するのを待たなきゃいけないっていうね、あごめんなさい、城が完成するのを待たなきゃいけないっていうそういう状況ですね。金継ぎの部隊がしっかり敵を抑えてくれてなんとかなりそうかな。お金は入ってきたのでこれで城が完成します。城が完成したら政宗の部隊がちょうど米沢城に向かってきますね。これも迎撃できるでしょう。なんとか当初予定していたこの米沢城完成によって伊達の援軍をここで食い止める、このね作戦構想がうまく回りそうですね。こうなってくるとね武将の数がちょっと足りないなっていう感じがしますね。なので人材の探索も行っておきましょう。武将の数は今ちょっとでも欲しいっていうねそういうところですね。あとは防兵、お金はあるので防兵します。本当は影勝かなんかをね防兵に当てがうとすごく効率がいいんですが、まあ、ここは赤間のしどころかな。さあ兼次はこの後一度政宗の部隊に備えましょう。前進、政宗も撤退する。であれば一度米沢城に入って米沢城で兵を回復します。ではしばらく内政にして、兵を集めて米沢城で集結、山形城攻略に勤しみましょう。兵を一旦集めていきます。小早川秀明のイベントが出てますね。これはまあせっかくなので見ていきましょう。なんかもう故障っていうよりかは屈強な侍のように見えますけどね、この絵面だけを見ると、まあ、実際小早川秀明は関ヶ原合戦の後、すぐにね、まあ病死という形で亡くなっているんですけども、まあ、この信長の野望革新パッキーの中ではこういう形で描かれていますね。では続きですね。一応最前線柏崎港に兵5000を入れる予定です。お、
これは VU89 上泉信綱の孫なんですね。 VU89 は大きいので雇いましょう。今は国力をつけて兵力を蓄えて兵糧が入ったら山形城を攻略するという算段です。なので一旦ね、そこまでしっかり国力をつけていきたいと思います。まあ、今はね、どちらかというとお米が欲しいので農村を作って、そこに水田なり畑なりを作っていきましょう。ん、合図で一騎ですね。どこに一騎が現れた。農村に一騎か。これは早々に鎮圧しましょう。騎馬隊、足軽、まあ足軽3000かな。最大兵力で一応出ましょうか。兵糧がね心配なんですけど、農民隊の一騎勢に農村を蹂躙されるわけにはいかないですからね。佐竹からの交渉の使者、佐竹は数少ないこの辺りで同盟結んでくれているところですね。さてここは金かな。今は金が欲しいので金をもらいましょう。長宗壁からも交渉の使者ですね。ここも金を要求しますか。それか足軽隊の構成4、守備力3、まあ受け入れてくれるかどうかというのはまた別問題ですけどね。なかったことにするよね。であれば金を受け取る。ちょっと農民隊相手にさ、岩井さんどうなんだいっていう感じだな。ちょっと岩井は一度引かせましょう。農民隊相手に倒せないとは何事だと。まあこの櫓がね機能すると思うんで、農民隊はこの櫓で迎撃しましょう。まあ、少し兵をかき集めるのに歩兵しすぎてしまったがために民衆が下がりまくってますね。ゆえに少々一騎が発生しやすいっていうね状況になってます。まあ、しっかりと櫓が機能してくれて農民隊をね、撃破できそうですね。農民隊相手にこの低垂らくっていうのもね、ちょっと上杉家大丈夫かっていう感じもしますけど。内政は順調に進んでますね。山形城を攻略すれば酒田港とつながるので、まあ、だいぶ楽になりますよね。ではここからちょっとね外交も行っておきましょう。協定結べるところがあれば、まあ、忍者衆と協定結ぶよりかは東北の黒人衆、この辺りとね、まあ、しっかり握っておければいいんですけどね。北陸の黒人衆、まあ、この先徳川と戦うことを考えたら、まあ握ってくれるのであれば握ってしまいましょう。密約を。さあ北陸の黒人衆ですね。1万8000の金、これは1万8000の金払おう。金を蓄えてきた甲斐があったというものですね。これで春日山城を攻略する際には北陸の黒人衆の力を借りることができるやもしれません。ただ3万の軍が入ってんのか。しかも忠勝が守っている。これは強力だな。そう簡単に。しかも宗伝もいるのか。宗伝もいるとなると、例えばね、金継の混乱とかそういうのも効かないかもしれないですね。知力がすごく高い相手なので。またここで一気か。米沢違う、合図だな。農民隊、まあ、これも櫓で防ぎましょう。一旦まだ一騎か。一騎がむちゃくちゃ起きてんだ。では北陸の黒人衆に一度春日山城を攻撃させましょう。これね、春日山城の兵3万がいるとこの柏崎港の5000の兵が動かしづらいんですよね。この5000の兵を使って、この山形城を攻略する兵力に当てたいんですけども、ちょっとその余裕がね現状ないっていうところですね。でさらに外交で要請します。相馬
岩出山城、佐竹、岩出山城、岩出山城に攻撃を相馬家に行ってもらいましょう。強いからね、伊達もね。さあ、ここはやってくれるかどうか。いやー、全然やるよ。統率プラス10。こんなのそのうちいくらでも手に入る。その代わり米沢城、うん、岩出山城攻撃してもらわないとね、ちゃんと。もらい逃げの可能性あるからな。そうはさせまいと。圧迫していかなきゃいけないですけど、また一気。一気の発生率が半端ないな。徳川包囲網に参加するか否か。これ参加しましょう。もちろん参加する。どこが参加したのかをちょっと確認しましょう。包囲網に参加したのは、まあ、大した包囲網じゃないな。佐竹は一応包囲網に参加してくれてるね。肝心の相馬は全く無反応。どういうことだって話だけどな。あ、相馬隊が出陣してくれましたね。そしたら我々も岩出山城の攻略を一度、行っていきましょうか。もしくは伊達の援軍が確実に来ないので山形城を攻略するか、ちょっと悩ましいところですけど、ここは一度岩出山城の攻略を行っていきます。では岩出山城攻略のために直江兼続1万を出しました。お、直政が使者でやってきたな。大久保を返せと。ここは一旦拒否してもっと高く売りましょう。大久保の命うまく使わせてもらいます。相馬隊6000が出ましたね。政宗5500が迎え撃つのか。まあ、政宗の圧倒的に強いよね、ここはね、さすがにね。岩出山城を落とせれば南に進むのには十分な余力を持てるので、まあ早々に南に向かうべき今回のゲームのコンセプトなんですけど、なかなかちょっとそうもうまくいってないのでね。政宗は騎馬鉄砲隊か。直江兼続の軍でどこまで戦えるかだな。まあ政宗も強いですからね。いきなり二段打ちか。強いな。火力は2500 2500も削られるのか。うわ、強いな伊達軍。さすがにこれが伊達軍の力。ちょっとまともに戦っても勝ち目がないな。これ一度戦略練り直します。岩出山城は相馬隊に任せて我々は山形城を狙いましょう。では時間戻して戻ってきます。はい、戻ってきました。相馬隊はこのまま岩出山城を攻略に向かってもらって、我々はあくまでも目的は最上打つべしということで、最上攻略に入っていきましょう。どうしてもあの柏崎の5000は動かせないので、この5000もったいないですけど、残して残りの全兵力、まあ、約2万これを使っていきましょう。この山形城も兵2万で倒せないとなると、もうちょっと本当に打つ手がないというか、袋小路というか、あの難しい戦いになりますよね。なんとかここは山形城を陥落させて、坂田港と米沢城をね、まあ会津の地をつなげてしまって、その後に徳川の攻略に向かっていきたいなと思います。では出陣しましょう。まず兼続ですが、
混乱威圧コブつけて最大兵力9500で、米沢からはですね、残り最大兵力11000を連れて合計20000で山形城攻略ですね。この坂田港の2500は使い道が全くないんですよね。多分2500程度であるとこの鉄砲やぐらの餌食になって終わってしまうんで、あとはうまく混乱とかが効いてくれることを祈りましょうか。鳴沢対5000、これが出てきたな。この5000をまず完全に倒しちゃいましょう。それが先決だ。兼続の兵の減り方がちょっと早いよな。もうちょっと頑張ってほしいなっていうね、思いはありますけどね。ここまで兵の減りが早いとちょっとしんどいかな。で、岩出山城から5000がやってくると、これどうにかならないものか。停戦だで、ガハ、厳しいな。米沢城を失うわけにはいかない。政宗も来る。やってくれる。持つかどうかだな、早瀬がね。敵部隊壊滅、しょうがない。ここは兼継を一度戻しましょう、米沢城に。いかんですけど、しょうがない。残った景勝の軍でなんとか潰しましょうか。ちょっと待って、その前に野上義明隊をこれ追撃してゼロにしちゃおう。うわ、はいはいだ。伊達軍の進撃やっぱ早い。なんとか守ってほしいところだけどな。米沢城は鉄砲1500ですね。会津若松に来るのか、こうやつら。なるほど、会津若松、会津の地を守らなきゃいけないと、そういうことだな。であれば早速出陣して、いや、こんなはずじゃなかった、そんな感じですけど、まあしょうがないね。会津若松の守備に向かいましょう。政宗は鉄砲隊か。野上義明隊は撃破できるかな。一度米沢に戻りましょう。景勝の山形城の兵力は少し削ったので、いや本来だったらここ一度やっぱり外交で停戦したいよね。伊達と停戦さえ聞けば山形城攻略もできるタイミングだったかなと思うんですけどね。鉄砲矢倉、交渉の土台に乗るかな。よし、これで鉄砲矢倉が作れる。まあ、研究が終わったらですけどね。急ぎ会津若松防衛戦に向かいましょう。まあ、矢倉は大量に作ってあるので、矢倉でどれくらい削れるかですね。まあ、兼続もご覧のような形で追撃に回ってるので、まあなんとか守備はできそうかな。あとはこのね、敵兵を会津若松でしっかり吸収する、そんなところですかね。今のうちに民中回復しているので歩兵しておきましょう。政宗一党ね、ここで、撃破しておければ大きいですからね。ちょっと待ってね、ここに来て兵糧がないって、マジか。急いで兵糧を買わないと落城するぞこれ。せっかくいい感じで来てるのに、ちょっと兵糧がない。
我が計略を受けるがいい。待ってくれたろ。兵糧買ってくれ。早く買ってくれ。ちょっとでも早く買ってくれ、兵糧。兵糧を買ってくださいなと。なんとか兵糧を間に合いましたね。ちょっとチープな戦いをしてしまいましたけど、ちょっとここもすみません、何度も時間戻って申し訳ないんですが、時間戻って兵糧をちゃんと用意して、もう一度やっていきます。ではまたですね、ここから、討伐戦というところをやっていきましょう。まずはさっきと同じくですね、ここは山形城に出兵します。で、山形城で最上隊を散々に倒したらですね、その後はおそらく同じく伊達が会津若松に攻めてくると思うので、会津若松で敵を迎撃しましょう。さあ、まず鳴沢隊がまた出てきましたね。続け、鳴沢隊をまずは確実に撃破しましょう。承知いたしました。志村隊も出てきて、山形城の残りの兵5000か。これは美味しいな。ほぼ1回使っちゃいます。この後混乱まで貯めます。鳴沢隊をこれで壊滅だな。これうまくするとこのターンで倒せるかもしれない。さっきと違う展開が見れるかもしれないですね。これはありがたいな。混乱させちゃえば山形城を落城させることも可能かもしれないですね。よし、村隊がこう混乱ですね。さらに威圧、コブまでつながってくれるとでかいんだけど、コブまではつながりませんでしたね。山形城も混乱してるので、これ一気に志村隊を壊滅させて山形城の城門突破できますね。これは今までと違う展開になるな。山形城を殲滅しちゃいましょう。まだ敵は出てこないね。これもう一度兼続の混乱使います。混乱待ち、ん、跳ね返すか。さすがだな、よしよし。そしたら次のターンはコブを使って士気を上げておきましょう。やってくれよ、頼む。影勝の槍ですま、連携させてくれたね。これで山形城の耐久はほぼゼロまで削りましたね。兼続は次コブを急いで打って士気を回復させて山形城になだれ込みましょう。お味方が城内に突入しました。毛利からの交渉の使者ですが、ここは金をもらいたい。まあ、鉄砲櫓の方が先かな。鉄砲櫓を先にもらっておきます。金も欲しいですけどね。そしたら今のうちに売買で兵糧購入しておきましょう。これこの後伊達が攻め込んでくるはずなので、それに備えておきます。コブを打って、これで山形城落城させられるな。山形城を攻撃してる最中にね、先ほどは伊達が攻め込んできて、撤収せざるを得ないっていう状況になりましたけど、今回はそういう状況にならずに無事に山形城が取れましたね。これでいよいよ徳川に向けて進撃ができるっていうね、そういう状態が作り出してそうです。いや、強かったね今回はね。山形城攻略完了です。これは本当に大きい。ではここからですね、投与していきます。
まあ、基本全員登用ですね。というところですが、ちょっと今回はじゃあね、一旦ここまでさせていただいて、山形城を取ったので、酒田港と繋がった、部分もあるので、この先はですね、いよいよ、徳川と地位を決する戦いに向けていきたいと思います。